はい、これでカルボナーラの完成です。うん、チーズの香りがとってもいいです。はい、では今回はカルボナーラを作っていきたいと思います。材料はこちらになります。こちらはですね、メインのパスタ麺になりますけども、今回はスパゲッティニという種類ですね、 1.7mm のものを用意しました。とオリーブオイルとニンニクを刻んだものですね、ベーコンと卵と生クリームとこちら粉チーズで、飾り付け用のパセリとですね、胡椒を用意しました。では早速作っていきたいと思います。あらかじめ塩を入れたお湯にですね、麺を入れていきます。麺を入れる時のコツなんですけども、まあ、両手で持っていただいてですね、一回ちょっとねじってあげてそのまま入れます。あとは離すだけです。そしたらきれいに広がりますの で麺を入れたらですね、早速この間にソースを作っていきます。火力は弱火で大丈夫です。ここにオリーブオイルを入れます。ニンニクですね、刻んだニンニクを入れます。ニンニクにですね、火が入ってきましたら周りにですね、ちっちゃな泡がついてきますので、こうなったらですね、だんだん香りが出てきます。香りが出てきましたら、ここにベーコンを入れていきます。ベーコン入れたらですね、ここで少し混ぜてあげます。でここであんまり火を入れすぎるとニンニクが焦げてしまいますので、ある程度ですね、油が馴染んだらここに煮汁を入れます。でこの間にですね、卵をほぐしていきます。卵にですね、粉チーズも最初の段階で入れておきます。こうすることによってですね、ダマができにくくなりますので、ここでしっかり混ぜてあげます。しっかりですね、卵とですね、チーズをここで絡めてあげてください。これがですね、カルボナーラの失敗をなくすことになりますので、それが今回のですね、最大のポイントになります。煮汁にですね、しっかりとですね、ベーコンの味をつけたらですね、ここで生クリームを入れていきます。で生クリームとですね、また少し煮汁を入れてあげます。あとはここでですね、しっかりと煮詰めてあげます。だいたいですね、3分の1ぐらい煮詰めます。はい、パスタの麺がですね、茹で上がったらですね、必ずですね、アルデンテのになるですね、1分前に揚げてください。1分前になったらですね、揚げてソースと絡めていきます。ここでソースと絡めていきます。で残り1分ですね、このフライパンの上でしっかりと火を入れていきます。でソースと絡まったらですね、ここで今回のポイントの2つ目ですね、これさえ守っていれば誰でも簡単にカルボナーラが作れます。一旦ですね、ここで火を止めてあげます。止めてですね、ソースがですね、静まったらですね、ここで卵を入れます。こうしないとですね、卵がですね、ダマになってしまいますので、必ず火を止めて卵を入れます。で卵を入れたらですね、ここで手際よく混ぜてください。はい、では早速盛り付けたいと思います。綺麗にですね、盛り付けるコツとしては、少しねじってあげたらですね、立体感が出ます。飾り用のですね、パセリとですね、胡椒をかけたらですね、はい、これで完成です。はい、これでカルボナーラの完成です。うん、チーズの香りがとってもいいです。